線虫、原虫ともにいませんでした。で、未消化は炭水化物の未消化が少し出たけど、脂肪の未消化反応は、まあ、ほとんどありませんでした。腸内細菌数はちょっとわからないです。時間かかる。そんなことです。それで、はい、じゃあもう一回出して。じゃあ今からね、ちょっと出して点滴と。流動食はできる範囲でやります。はい。無理はしない。じゃあリスタートにしようか。